子役の岩田春樹です。ということで今回なんとフォトンメイデンのメンバーが私一人しかいないんです。しかし嬉しいことに今回はこのお二人がゲストに来てくれました。ハッピーアラウンドオーナルトミニ役の三村遥です。よろしくお願いします。ハッピーアラウンドトゲツレイ役の志崎香音です。よろしくお願いします。はい、そのお洋服は妖魔学園の制服ですか？そうなんです、めちゃくちゃ可愛いですね。ありがとうございます。この背中に大きいリボンがついてるのがムニちゃんの制服の特徴なんですけども、ハピアラの3人はリボンの形と色が同じなんですけど、ムニちゃんだけリボンが大きくて他の3人とは違う形になっております。続いてはのんちゃん、制服姿をお願いします。はい、こんな感じです。可愛い、可愛い。お嬢様って感じ、ね、お上品なれいちゃん。というわけで今回の D4DJ フォトンメイデン TV はこの3人でお送りしていきます。君たちはまだ分かっていないようだな。あれ、この声はあれ、あれ、フォトンメイデンプロデューサー姫神シャノキ、よろしく。シャノキシャノキだ。では今回もこれが来ている。ライブから学び、今後のライブで活かしなさい。始まりの音楽のパレードに飛び込もう。こちらは2020年の1月31日に行われた D4DJ D4 フェスデパーチャーですね。あ、懐かしいですね。1年前くらいってことですね。ね、このライブ見に行ってましたよ、私。ありがとうございます。レイチェルだ。レイチェルさんがね、見に来てくださったの。この日はね、初めて衣装もね、みんなで着て。そうなんです。ここで初のキャラクターとしての衣装を初めて。覚えてますか、この時のこと。覚えてます。どうだった？でもこの時結構、本番前にメンバーみんなでひたすらリハーサルしてた気がする。そうだったかも。なんか緊張してたよね。そう、緊張してたね。すごい緊張してた。結構しざきちゃんがどうしようみたいな感じでね、いろいろ言ってたよね。すごいなんか焦ってましたね。いやでも楽しかったですね。なんかお客さんたちもなんか私たちのこの衣装にもね、なんか喜んでくださったみたいで。かわいいよね、フリフリでね。本当にかわいいです。お客さんもこうやって手を振ってくれてる、すごい一体感を感じられて嬉しかったです。結構踊る曲多いですもんね。そうなんです、ピアノが結構踊るんですよね。もうオープニングの曲になりましたね。あ、これもファーストライブ、ハッピーアラとして初めての単独ライブ。はい、どうだった、初めての単独ライブは。いやもうみんな緊張してて、なんか朝からすごくテンションが高くて、でも楽屋入ってすぐにみんなでダンスの練習をしてました。そうなんだ。この日もダンスの練習。なんかね、着替える前からずっと踊ってて。そうそう、あとは私のキーボードがさっきのデパーチャーの時白い大きいやつだったんですけど、このライブでは今のところ赤で、この後まあね、そうだ、サプライズがあってっていう感じだったんですけど。サプライズ、わー、楽しかった。かわいい。すごい、あのお客さんが声を出せない分、すごいこうハイゲームとかこう持って盛り上がってくださって、嬉しかったです。これ昼の部かな、多分お昼だと思う。お昼だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。近々ライブがあるとお聞きしたんですけれども、ハッピーアラウンドセカンドライブ、みんなにハッピーやねを開催します。はい、これがですね、ハッピーアラの2回目となる単独ライブですので、皆さんに精一杯元気を届けたいと思っています。ここでグッズ情報です。先週に引き続きブシロード EC ショップで現在企画進行中のバースデーグッズですが、今回はピーキーピーキーとマーメイドの新規書き下ろしイラストを公開しちゃいます。こちらです。かっこいい。
可愛い。可愛い。すごい。なんかピキピキ、いい意味でピキピキらしくない。確かに。そうですね。なんかドレッシーで素敵。めっちゃ可愛い。なんかパステルカラー系のちょっと色味が、ね、またこれもいつものマーメイドとは少し違う感じです ね。新しい、ちょっと大人なお姉さんな感じが出てる。確かにドキドキしちゃう。はい、ということでこちらの詳細は D4DJ 公式ホームページ並びにブシロード EC ショップをご確認ください。今日はスペシャルなゲストを呼んでいる。 お呼びしよう。どうぞ。わー、乙女で音楽プロデューサーの水島誠二です。